憧れの男性、市川團十郎。憧れのおじ、歌舞伎俳優の市川猿之助さんが2023年5月18日に自宅で倒れているところが見つかり、歌舞伎俳優の市川團十郎さんもとても心を痛めている。猿之助さんには憧れた男性が一人いる。猿之助の名跡は叔父にあたる当代猿翁から受け継ぐ。幼少の頃から叔父に憧れ、義経千本桜の通称篠切で源九郎狐となって、宙乗りをする先代を見て、僕もああなるのと話したという。猿之助さん自身の初演は2010年8月18日国立劇場。襲名する年まで主催した自主公演亀次郎の会の舞台でした。これを見た先代が、猿之助の名跡を東大に譲る決意をしたともされ、それ以降本公演で繰り返し上演し当たり役となった。猿之助さんは義経千本桜を生涯千回は演じたいと話している。猿之助さんの憧れの人、市川團十郎。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。